パプアニューギニア、パプアニューギニア独立国、通称パプアニューギニアは、南太平洋にある、ニューギニア島の東半分及び、周辺の島々からなる、立憲君主制国家。東南アジア諸国連合、アセアンの特別オブザーバーであるが、地理的には、オセアニアに属する。オーストラリアの北、ソロモン諸島の西、インドネシアの東、ミクロネシア連邦の南に位置する。 イギリス連邦加盟国かつ、英連邦王国の一国であり、非白人が国民の多数を占める国としては、英連邦王国のうち人口最多、面積最大の国である。特、ピシンにおける正式名称は、インデペンデンステッド・ビロング・パプア・ニューギニ、通称パプア・ニューギニ、略称は PNG。日本語の表記は、パプア・ニューギニア独立国。通称はパプア・ニューギニア。 他に、パプアニューギニア、パプアニューギニア、パプアニューギニアという表記もされる。パプアとニューギニアの間に中黒を入れることも多い。パプアニューギニアは、もともとあったパプアとニューギニアが合併してできた国である。パプアニューギニアの南側は旧イギリス領、後にオーストラリア領でメラネシア人の縮れ毛を指すマレー語の言葉からパプア。 オーストラリア領パプア準州と呼ばれた。一方、北側は旧ドイツ領、後にオーストラリアへ忍冬治領で、メラネシア人がアフリカのギニア人に似ているところから、スペイン人の探検家がニューギニアと名付けた。なお、ニューギニア島の西半分は、かつてはオランダ領ニューギニアであり、現在はインドネシアに並行され、パプア州という名称である。ニューギニア島は、 オーストラリア大陸と共にゴンドワナ朝大陸を構成していたが、白秋に始まった大陸分裂で、オーストラリア大陸と南極大陸は4500万年前に分離し、ヒマラヤ山脈と同じ頃にニューギニア中央山脈も形成された。氷河期にはニューギニアとオーストラリアは地続きで、サフル、あるいはメガネシアと呼ばれる一つの陸地であった。この地域において、 約6万年前の東南アジア方面から来たと思われる人類の痕跡が見つかっている。約5000年前、ニューブリテン島中央部のタラセアにおいて、海の貨幣、シェルマネーが作られた。これが最古の媒家とされている。1526年、ポルトガル人のメネセスが来航、パプアと命名した。19世紀の植民地主義の時代、1828年。 ニューギニア島を東西に分割し、1848年に西半分をオランダが併合、1884年には東半分をオーエンスタンレー山脈、ビスマルク山脈で南北に分け、ニューブリテン島などを含んだ北半分をドイツ、南半分をイギリスが獲得した。南部は1901年にイギリスから独立したオーストラリアに継承された。 1914年からの第一次世界大戦にドイツが敗北するとドイツ領ニューギニアであった島の東北部は国際連盟によりオーストラリアの委任党治療となった1941年からの太平洋戦争では日本軍が1942年1月22日ニューブリテン島ラバウルに上陸ニューブリテン、ニューアイルランド、ブーゲンビルなどの島所部やニューギニア本島の北岸を 占い師、ポートモレスビー攻略を狙った。しかし、1942年5月に行われた、サンゴ海海戦の結果、海からのポートモレスビー攻略を諦め、1942年8月には、ソロモン海岸からオーエンスタンデー山脈越え、ポートモレスビーを陸路攻略する作戦が実行された。ここでも、飢えとマラリアのために、多くの死者を出して撤退し、その後、聖会権、 制空権を失い補給を断たれたニューギニアの日本軍はジャワの極楽、ビルマの地獄、死んでも帰れぬニューギニアと評される生産な状況となった。1949年、オーストラリアは南東部と北東部を一行政単位に統合してパプアニューギニアとし、西部はオランダ領、ニューギニア、1949年から1962年となった。 1961年にオランダは島の西部を西パプア共和国として独立を認めたがインドネシアが侵攻したためパプア紛争。1963年現在国連による暫定統治を経てインドネシアへ併合されてイリアンジャヤ州となった。1964年自治政府発の選挙が行われ54名が当選。1968年 自治政府2回目の選挙で84名が当選。同年、禁止法が廃止となる。1971年自治政府が国旗、国家、国省などを採択。1972年、第3回自治政府選挙で100名が当選。この選挙でマイケルソマレが連立政権を樹立。1975年9月16日、独立の丘で、 オーストラリアの国旗が降ろされ、パプアニューギニア国旗が翻る,るという儀式を経て、パプアニューギニア独立国として独立した。それまでの自治政府議会が国会となり、初代首相、マイケル・ソマレは、紛争を行うことなく、平和的に独立を成し遂げた、独立の父として、チーフと呼ばれて崇められ、通過、五十気な札にもその肖像画が描かれている。1976年、 陸続きで国境が隣接するインドネシアが加盟しているアセアン閣僚会議にオブザーバーとして初参加し、1981年には特別オブザーバーの地位を得ている。1983年に各州における自治の失敗を受けて中央政府の権力が強化。1985年、民族的緊迫によりポートモレスビーで非常事態宣言発令。 1986年のアセアン閣僚会議で、東南アジア諸国連合に正式に加盟を申請して、以降、現在まで加盟を希望しているが、パプアニューギニアが、東南アジアではないことから、アセアン諸国は、正式加盟には、悲惨である。1988年に、ブーゲンビル島、ブーゲンビル自治州でを中心とするグループが、の銅山、リオティント参家のが所有の閉鎖。 ブーゲンビルの分離、独立を求めて、ブーゲンビル革命軍、ブラを構成し、鎮圧を試みた政府軍との間に内戦が始まった。1992年にはソロモン諸島、ショートランド諸島を革命軍、ブラへの支援を理由に政府軍を攻撃した。当初、要因に鎮圧可能と見られていたは急戦と、戦闘再開を繰り返し長期化した。 1997年には紛争鎮圧を狙って、イギリスの民間軍事会社サンドラインインターナショナルと、傭兵派遣契約を結んだことが、国外のメディアでリークされ、現役の司令官が、カ中民首相の退陣を求めて、クーデター騒ぎを起こし、全国で、戒厳令が発令されるなど泥沼化した、サンドラインクライシス。2001年8月30日に、武器の放棄。 紛争中の戦争犯罪に対する恩赦、ブーゲンビル自治政府の容認、将来のパプアニューギニアからの独立に関しては、住民投票で決定する、などの条項を盛り込んだ、ブーゲンビル平和協定が、あらわで調印され、平和への歩みが再開された。2005年には、ブーゲンビル自治領で、初の大統領選挙が行われ、元ブーゲンビル革命軍のが、初代に就任した。 国家元首はイギリスの国王、または女王。現在はエリザベス2世女王。象徴的地位であり、任命などの権限は議会や内閣の決定に従い行使される。その職務は総督が代行する。行政府の長である首相は議会総選挙後、第一党党首が総督により指名される。閣僚は首相の推薦に従い総督が任命する。 議会は一員制。全109議席で全国を89の小選挙区に分けられ、20議席は州の代表として選挙によって選出される。州代表の議席を獲得した国会議員は国務大臣にならない限り、自動的に当該州の知事となる。任期5年。政党は全て小規模で単独で組閣ができないため、 常に連立内閣となっている。2007年の総選挙で最多の国会議員を当選させ、連立の中心となって組閣した国民同盟党ナップでさえ27議席であった。政治は男性中心で女性議員はこれまで数えるほどしか当選していない。2007年総選挙でも多くの女性候補が男性中心の政治に挑戦したが、 現職のキャロル・キドのみが再選され、現在女性国会議員は1名のみである。2008年には選挙とは別に女性の代表を国会に参加させる法案が審議されている。外交においては急走四国であり、現在でも最大の援助国であるオーストラリアとの関係が最重要であるが、近年、オーストラリアから派遣の警察官のパプアニューギニアにおける 違い法権が意図判決されて、即時撤退を余儀なくされたり、イクップの撤退、オーストラリアの依頼によって、ポートモレスビーで逮捕された、隣国ソロモン諸島の検事総長を、夜間、軍用機でソロモンまで逃がした事件、モティ事件などの問題で関係がこじれていた。二千七年十二月に、オーストラリアで誕生した、ラッド政権は関係改善に取り組み、就任早々の年月、 ラット首相のパプアニューギニアへの公式訪問が実現した。なお、前任のハワード前首相は11年の任期のうちで一度もパプアニューギニアへの公式訪問がなかった。21の州、プロビンスと首都区からなる。各州は4つの地方、リージョンに分けることができる。州都を後ろに記した。パプアニューギニアはオセアニア州に属し、 ニューギニア島東半分とビスマルク諸島、ルイジュアード諸島、アドミラルティ諸島、ダントロカス島諸島など1万近くの島で成り立っている島初国家ある。ニューギニア島中央部は3000メートルから4500メートル級のビスマーク山脈及びオーエンスタンレー山脈となっている。最高峰はウィルヘルム山、標高4509メートル。赤道に近いが降雪がある。 高山部分以外は、熱帯雨林に覆われており、セピク川とフライ川を囲んで湿地が広がる。島所部も含め、海岸には、珊瑚礁が発達している。なお、ニューブリテン島などは、火山島である。地質的には、いくつものプレートが衝突するエリアに、位置するため、地震も頻発する。IMF によると、2013年の GDP は160億ドル。 一人当たりの GDP は2283ドルであり、世界平均のおよそ20%の水準である。2011年にアジア開発銀行が公表した資料によると、1日2ドル未満で、クラス貧困層は334万人と推定されており、国民の過半数を占めている。1975年独立の当時は、産業は 4C、コプラコプラ、 コーヒーコーヒー、ココアココア、銅、カッパーとされていた。コーヒー栽培は、1990年代に干ばつがあり、大きな被害を受けた。都市部の貨幣経済と村おし部の自給自足経済の二重構成で、工業が輸出の中心をなしている。その他、コーヒーやカカオを生産している。最大援助国はオーストラリアで影響力が非常に大きい。 対外債務は2007年12月31日時点で18億1400万米ドルである。GDP、国内総生産成長率は2007年は4%を記録している。2018年現在、教師に対する給料の未払いが発生しているほか、国際会議に借り出された警官や兵士に手当が支払われず、国会議事堂が襲撃されるなど混乱も見られている。 パプアニューギニアは、起伏に富んだ地形であること、熱帯という気候条件にあるため、畑作には向かない。しかしながら、ヤシの栽培には適しており、工業もヤシを中心に形成されている。ここヤシの廃乳から作るコプラとコプラを圧搾して抽出するパーム油はいずれも世界第6位の規模である。2004年時点の生産量はコプラ、8.5万トン。 世界シェア1.6%、パーム油33万トン、世界シェア1.2%。国内市場が小規模であること、輸送インフラの問題があるため、野市以外の工業はいずれも時給を賄う、小規模なものである。中でも、外を、牛肉、豚肉、羊肉、鶏肉、ビールなどの食品工業が充実している。 2002年時点の輸出額15億ドルのうち7割以上を鉱物資源取引が占めており、パプアニューギニア経済にとって工業は重要な部門である。上位3品目は、金35.9%、石油21.0%、銅14.7%である。化学工業、金属精錬はいずれも未発達であるため、全量が未生成の状態で輸出されている。 工業の主軸はまず金と銅から始まり、ついで1992年に輸出を開始した原油に移行してきた。生産量、生産額が最も大きかった銅は、1988年に勃発したブーゲンウィル島の独立運動のため、最盛期の1、3の生産量にとどまっている。原油、日量42000バレルと天然ガス、 日量38万立方 M を生産している。高地地帯の南部山岳州、西部州で生産、処理し、7 0 0トル離れた、ポートモレスビーの駅か、貯蔵施設まで送られてくる系である。同時に、天然ガスの採掘や処理、貯蔵施設も建設中である。2008年5月22日には、パプアニューギニア政府と、 エクソンモービルをはじめとする日本の新日本石油などの事業会社との間で液化天然ガス LNG 工場の建設に向けての基本合意が取り交わされ2014年5月15日には生産された LNG の日本向け船積みが初めて行われた世界最大規模の LNG プラントであり年間生産量690万トンのうち約50%を 東京電力や大阪ガスが購入者となっている。また、今後の生産については30年間の見通しがついている。一方、フッツトタルもガス電開発中である。金属鉱物資源では、軽調質なひなり岩に伴って産出する銅、21万トン、世界シェア1.6%、銀、75トン、金、65トン、世界シェア2.6%が有力。 主に、パーム油、コーヒー、木材、山がちな地形から都市間や地域間を結ぶ、幹線道路が部分的にしか整備されておらず、全国的な道路網はないため、陸路での大規模移動は主に都市内で、補完的に行われるに止まる。その代わり空路が発達しており、主要都市には、近代的な空港が、地方の町村であっても小規模な飛行場が、 備えられている場合が多く、パプアニューギニア国内を移動する上で主要な手段となっている。鉄道は存在しない。パプアニューギニアの主要放送局はイムトブであり、インターネットにおいてはディジェセル PNG というプロバイダが主流である。新聞は売店などでの販売が主流。パプアニューギニアの人々は伝統的にワントークと呼ばれる。 少人数の部族に分かれて生活していた。大抵の部族は数十、数百人程度であり、それぞれの部族ごとに言語、習慣、伝統が異なっている。かつては各部族同士で戦いを行うことがよくあり、その習慣は今も一部残っている。住民は多様な民族からなっており、主にメラネシア人、パプア人、ネグリト人、ミクロネシア人、 ポリネシア人などで構成される。その他にも区画家族、ラカライ族、ラオブレリ族、エレマ族など多数の少数民族が存在する。言語は英語が公用語であり、教育、テレビ、ラジオ、新聞などは基本的にすべて英語が使用されている。また、共通語として旧ニューギニア地域、ニューギニア本島北岸、 ニューギニア高地や島諸部で主に使われている特、ピシンと、旧パプア地域、セントラル、オロ、ガルフ州などで主に使われている、ヒリモツ語、共に、ピジン言語がある。首都ポートモレスビーは、モツ語圏であるが、他地域からの移住者の増加に伴い、特ピジンの使用が広まっている。国会では、英語、トクピジン、ヒリモツの三つの共通語を使うことが許可されており、それぞれの言語に、 同時通訳される。パプアニューギニアは世界で最も言語の豊富な国と言われている。また、世界で最も言語の消滅の危険が高いと言われている国でもある。険しい山岳地帯、湿地帯に阻まれて部族間の交渉が少なかったこともあり、小さなコミュニティが独自の文化、言語を発達させ、人口が600万人に対して言語の数は800以上にもなる。 そのうち130の言語の和者が200人以下であり、290の言語の和者が1000人以下である。首都ポートモレスビーで話されるピジン語であるとくピシンと、ヒリモツ語勢力は強く、隣接する地域で話されるを圧倒しており、セピック川下流で話されているも危うい状態である。ただし、女性たちは自分たちの言葉を守り続けている。約16%は、 オーストロネシアン言語に属し、他の南太平洋の言語と共通する単語や文法を持つ。これらの言語は、東書部やニューギニア本島の海岸沿いに多く見られ、クアヌア語などが挙げられる。その他の84%は、一般的に、非オーストロネシアン言語、パプア諸語と呼ばれ、大きく13のグループに分けられるが、単語や文法など、相互関連性は皆無に近い。 パプア諸語のうち最も大きなグループはトランスニューギニア語族でありのヤノなどが挙げられる。これらの言語がどの時代にどこから入ってきてどのように発達したのかは大きな謎である。国民の95%以上がキリスト教であり、主な宗派はローマカトリックが27.1%、ルーテル教会が19.5%、合同教会が11.5%、 アドベンチスト教会が10.1%、ペンテコステ派が8.6%などとなっている。2000年国勢調査によるしかしながら、中小の損落などでは、自然崇拝も根強く残っており、人の死や病気や事故などの不幸は、魔女のせいだと、呪術師が魔女と認定した罪のない女性を火破りにする、魔女狩りの風習がっている。これらは犯罪であり、政府は魔女狩りを含む、 クロマ術による報復を法規制するなどの対策をとっているが、貧困と教育の不備にあえぐ地域では根絶に至っていない。カニバリズムの習慣が残っている民族もあるが、詳細は不明である。パプアニューギニアには線を超える文化的集団が存在すると推計されている。この多様性のため、多くの文化的表現様式が生まれている。個々の集団は、絵画、ダンス、 武器、装束、歌、音楽、建築などにおいて独自の表現形式を作り出している。これらの文化的集団のほとんどは独自の言語を有する。人々は通常、自給自足農業に依存する村に住んでいる。一部の地域では、食物を補充するために狩りや野生の植物、ヤムイモなどの採集を狩りや農業、釣りに引い出たものは尊敬を集める。 セピック川には木彫りの伝統があり、植物あるいは動物の形で祖先の魂を表している。貝殻はもはやパプアニューギニアの通貨ではない、1933年に廃止された。しかしながら、この伝統は地域の監修として現存している。一部の文化では、花嫁を迎える時に、花婿はある数の金で縁取られた貝殻を根子として持ってこなければならない。 その他の地域では、今紙は売買、豚、低い鳥、現金で支払われる。高知の人々は、神宮神詩と呼ばれる色彩豊かな儀式に参加している。彼らは鳥焼き、山の精霊を表すために羽や真珠、動物の皮で化粧を敷き飾る。伝説的な戦いといった重要な出来事がこういった音楽的祭典で上演されることもある。スポーツは、 パプアニューギニアの文化の重要な部分であり、ラグビーリーグが圧倒的に最も人気のあるスポーツである。コミュニティが離れ、多くの人々が最低生活水準で暮らしている。国によって、ラグビーリーグに対する熱狂は、部族闘争を置き換えるものであったためであると、説明されてきた。多くのパプアニューギニア人は、国の代表となったり海外プロリーグに所属すると、すぐに名を得る。 オーストラリアで毎年開催されるステートオブオリジンシリーズパプアニューギニアでも熱狂を生むでプレイするオーストラリア人のラグビーリーグ選手でさえもパプアニューギニア中で最も知名度のある人物となっている。ステートオブオリジンはほとんどのパプアニューギニア人のその年の目玉である。しかし応援が加熱して多くの死傷者が出ている。 ラグビーリーグパプアニューギニア代表はオーストラリア首相、選抜サーティン、NRL 所属選手からの選抜チームと、毎年、通常ポートモレスビーで対戦する。その他のパプアニューギニアの主要なスポーツとしては、オーストラリアンフットボール、サッカー、ラグビーユニオン、パプア東部ではクリケットがある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。